動かないようにこの毛をつけてるんです。こんな動かないんですね。動かないようにこの毛をつけてるんですけど、はい、たまにね、この上が流木みたいになってその下にたかってるエビみたいに見えるのか、うん、露骨にこのラバーをかじってる時もある。へえ。だから多分ですけど、すげえでかくすれば木だと思われるかもしれない。流木パターン。これ手っ取り早いですよね。これでも釣れるし、釣れなくてもとにかく浮いて上の方の魚が見に来てくれるんで、動いてる魚がいるエリアを探す。うん、今年ずっとライブスコープを積まずにこの人が今日頼んだ。はい、この不安定な成立してたらもうちょっと来ると思うんだけど。あ、あった。やっと見えた。ああ、います。ありますね。それを探してたんですね。そうそう。ここはミノーか。あ、来た。それでは来るとこみたいな。ああ、結構まだ残ってる。水に色がついてすげえ見づらくなってる。はい。田中さんだったらこれ貸しましょうか。え、これだったら田中さんがこれ使ってたら多分ここにあれあるじゃないですか、カメラあるから追っかけてくるの見えます。この頭カメラって退屈な、なんていうか、もうヘーっとしたのしか撮れないんで、やっぱこうちゃんとしたカメラだとちゃんとどんな感じか撮れるんですけど、3オンス片手でいけるでしょ。はい、おー、いいと思う。お、なんか今触りましたよ。枝とかじゃないですよ。ヘラか。びっくりした。投げ方だと普通に3オンス片手でいけるでしょ。手首でこれ投げたら手首壊れちゃいますからね。確かに投げたね。はい、というわけで帰ってきました。先日松本幸男プロと、動線調光した際に一番実は気になっていた釣りのテクニック、それがね、自分的にはこの、デプスのスライドスイマーを使った真冬のビッグベイトの釣りなんですよね。っていうのも結構前になるんですけども、バサーの冬の記事でですね、
松本幸男プロの記事があって、で冬場はもうねこればっかり投げてるんですよっていうことでこのスライドスイマーが出てきていて、でそれを何やらチューニングして使っているっていうことで、結構ね細かいこだわりはいっぱいあるみたいなんですけども、チューニング自体は全然シンプルで簡単ですよっていうことで、でもね実際にどれぐらいのスピードで巻いているのかとかね、どういうところを狙うのかっていうのはね、実際にね聞いてみたいなと思って、それでね一緒に釣りした時にその釣りを見ていると、結構ね頻繁にスライドスイマーがね出てくるんですよね。でその時のチューニングの肝になっていたのが、まあもちろんこの本体と、あとはねこういう感じのラバースカートね、このラバースカートをフックにつけることによって、I 字形のプラグみたいにチューニングして使うんだよっていうことで、で、それをね、目視した立ち木とかにね、ポン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 投げ込んでいって、で、釣れるときはそれにふわーっとこう、デカバスが浮いてきて、で、食うときもあれば、まあ、魚の居場所を特定するときに使うなんていう感じで言ってましたけども、結構食っちゃうんですよなんていうふうに教えてもらって、なのでまあ早速ねせっかくこのスカートも買ってきたので、自分のねこのスライドスイマーもチューニングしてみたいと思います。ほんとねもうお手軽チューンっていう感じで、まあこのまずは、針をね指に刺さないように取ってですね、ぶっ刺し注意で、はいはいはいね、で、こちらも取っちゃって、専用のねプライヤーとかを使ってやるとより安全なので、ねまあ指で外すパターンと、あとはこういうね、プライヤーがあればね、外しました。あ、で、松本さんのはね確かねこう全部ねバーブレスフックに変えているよっていうね、もしくはいいバーブレスがあったらそれ買って付け替えたりとかはあるみたいなんですけども、はい、潰してね、バーブレスにして、それで、これねスカートはどこのがいいとかねちょっと聞いてこなかったんで、釣り具屋さんに売ってたバレーヒルのねスカート、上と下で長さが違ったりするから、こう、パサーとなった時に揃うようにこっち側にこんな感じですかね。じゃあもう片方もね、開封して、針をこのラバーの真ん中あたり目指してかぶせる、かぶせる、はい、こんな感じでいいのかな。もう本当その難しいことはしてないですよ、ただラバーかませるだけですよなんて言ってたの。じゃあこれにね戻していきます。はい、装着してみました。まあ、こんな感じでモサモサにすることによって、ここのラバーが抵抗になって、こうスーッと、S 字を描いたりせずにまっすぐ引けるっていう、
これがね、一番の肝になるようなので、あとはね、バーブレスフックにすることによって、まあよりね、返しの抵抗とかがないので、真冬の繊細なバイトなんかもスンとね、かかるようになるっていうね、こういうことみたいですね。実際にね、今回の釣りの時では、一回何か触りに来たなっていうのがあったんですけど、これでね、釣り上げるっていうところではなかったんですけども、もうだいぶね、春も近づいていたタイミングなんで、出しどころとしては、1月になってから、春一番が吹くより前の本当に、寒くて寒くて一番ね、オフシーズンっていうね、そんな時に、結構効いちゃうよっていう、そういうチューニングみたいなんで、もうね、だいぶね、暖かくもなってきましたからね、また、来年のめちゃくちゃ寒い時期に向けてね、参考にしていろいろこれで投げてみたいななんていうふうに思うんですけども、細かくはね、このボディの色なんかもね、松本さんはチャートバックみたいな感じのね、視認性のいい色をね、使われていたななんていうのはね、印象的だったので、これだとちょっと目立たないのかなとかね、自分から見えやすくするためにあの色なのかなとか、いろいろね、まだまだ聞いてみたいことはね、山ほどありますんで、チャンスがあったらね、ぐいぐいと聞いていってみたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はね、こんな感じでね、松本プロがね、玄関機に対応している、スライドスイマー、これがね、こんな感じの仕様だったよっていうね、あとね、動かし方あんな感じだったよっていう動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。